はい、じゃあいきます。勝てっかな、三つを強いんだよね今の。まあレベル50いくつだっけ、52か、だいたい50ぐらいか。ハードでまあ適正ぐらいなのかな。やりましょう。どうしよっか。個人的にはデカラビア超お気に入りなんですけど、うん、これ良いよね、なかなか。うん、あとはなんだ、さっき作って売ってしまった売ったっていうか、これハイブースター覚えばらばクソ強いんで、うん、いい感じだと思うけどね。でこいつがガネーシャが、あのね、マハガルがね、マハガルーラとかだったらね、もう言うことないですけどね。うん、ネギの持たせすぎだな俺な。うん、猫将軍はちょっと可愛いから取っときたいんだけど、まあ次ぐらいには。んこれや、ふぅ、むむ、みつお、てめえが久保か、やろう、歯食いしばれ。待て幹事、なんか様子がおかしい。どいつもこいつも気に食わないんだよ。だからやったんだ、この俺が。生産すごいね、この漢字よく出せてるね。どうだ、なんとか言えよ。目がたった二人じゃ誰も俺を見ようとしない。だから三人目をやってやった。俺が殺してやったんだ。なんで黙ってんだよ。何も感じないから。何言ってんだ、意味わかんねえよてめえ。こいつの影あれだね、なんか今までのなんかちえちゃんとかゆきちゃんとかと違って、なんかあんまり変化が。何よ、どっちがシャドウだよね。僕には何もない、僕は無だ、そして君は僕だ。なんだよなんだよそれ、俺は無なんかじゃ。いけない、このままじゃ。なんだお前ら、どうやってここへ。くそ、誰なんだよ、こんなとこで何やってんだよ。うぜえ、てめえを追ってきたに決まってんだろうが。あんたが犯人なの。そうだよ、決まってんだろ、俺が全部やったんだよ。偽物が何言おうか知るかよ。そうだ、お前なんか関係ない、俺の前から消え失せろ。おお、お前らもだ、こんなところまで追いかけてきやがって。お前らも殺してやる、まとめて殺してやる。俺はできる、俺はできるんだからな。認めないんだ僕を。なんだこれ、この顔。くそ、結局こうなんのかよ。みんな頑張って。うい、こいつ倒せば事件解決は目の前よ。オッケー、決まりますか一丁。こいつめんどくせんだよな。BGM。 あ、これサントラで聞いたことあるぞ。これだったのか。おいでよ、空っぽ、終わりにしてあげる。こいつ強いんだよな。この姿、何かと思いや、ゲームキャラってか。たく、
どこまでふざけたやつだよ。これ三尾転生って書いてあったんだよな、タイトルのとこに。外側を崩さないと本体には攻撃できないみたい。ういっす。ちょっと一回やってみます。これ通んのか。110やるぜ。行きなさい。あんま意味ないか。うま。うわ。これ通単性なんですよね。お、いいね。じゃあこれで。お、減る。やるぜ。減らすな。これでも最初はね、いけんだけど、こっからなんだよな。いや、当たれ。何来る次は。まだ大丈夫。俺か。均等だな。均等ですな。ベルトマ。暗い。決めるぜ。このターンで潰したい。行きなさい。なんかあれだね、ボス戦なんで、なんか BGM が。あー、いけんか。そろそろ回復か。うっ、おお、ナイス回避。惜しむな、使ってけ。よし、ほっとり。さて、よっしゃ。どこまで削れるかな。全然やるぜ。弱点もねえしな。行きなさい。凍結じゃね、疾風か。おら、行こうか。熊の回復を待つしかない。我は汝。思ったよりなんか静かやな。え、マジか。大丈夫？手当てお願い。誰だ、俺か。いける、絶対いける。こいつ強い、気をつけて。だよね。む、我の何時しゃ、あそこの方なら相当めっちゃ回復する。怖がらなくていいよ。余談だっけ。やばい、嫌な予感がする。出た。こいつ亡者の嘆きやってこなかったっけ。あの殻の完成までには時間がかかるみたいだね。完成するまでに壊しちゃえ。行くぜ。決めるぜ。デビタッチ。う、やばい。これはやばい。ダメ、怯えないで。ユキ、我は何時。あー、助かる。やっぱユキコいねえと無理だわ、これ。これ亡者の嘆きで殺されるとこだった。やっぱやってくるわ、多分。
よし、完成されたらやばいんだよね。光線をくれクマ、レベル2になっちゃうから。あ、よかった、物理耐性。白、白、氷結か。これ、あれかな、クリティカルいけんのかな。一回やってみよう。クリア出んのかな。出たら熱いんだけど。クマがあれか、耐性つけられたか。どうして楽になりたくないの。絶対完成させない。やべえ、これはいかん。早くやるしかねえ。これいかんやつや。完成されたらあかん。マジでもう手つけらんなくなる。完成させられたら。いや、多分今のレベルじゃ勝てねえ気がする。これか。デビルスマイル。ユキコ先輩が怯えてるよ。待って、ね、これはちょっといかんやつなんで、肩ダウン死亡以外の状態、これ恐怖直すやつとかないんですかね。ないか。決めるぜ。いやー、そうじゃない、必要すぎるって。マジで行きなさい。はい、ピルルル、ピルルシロ。僕はね、僕がここにいる証拠が欲しいんだ。だから君らを殺さなきゃ。やべ、うわ、できちった。これやばい。はい、クマ、大丈夫？手当てお願い。これやばいな。じゃあ一回回復すっか。なんか回復できるやつ。いなそう。回復系いなくなっちゃったか。いや、大丈夫、多分ゆきちゃんが回復してくれる。ちょっと待って、でも一回で多分なんないから、これまあ俺が死んだら済むから、このゲーム。やるぜ、ペラスだ。我は何時。あー、助かる。マジック1個頼りになる。あれがマジ強えんだわ。威力上がるんだったっけ、レベル2になると。やめて。ユキコ先輩、誰か手当てお願い。どうしよう。いや、ペルソナ大丈夫。どっちかが。やるぜ、出るぞ。我は何時。マジであれきついな。崩さねえとな。何やってくれ、次は。ペル。いやー、またか。いかん。あいつ、誰だっけ。サマリカンあるな。よし、ペルソナ。あら、いかんやつや。
れば何時。はい。とりあえずみんなほぼ全回復か。魔法。ああよかった。さて、どうしようかな。これね、サマエルじゃねえ。なんだっけな、あいつ。スカディのねレベルもハイブースターボサでてえから、ギリギリになったら変えるか。今はとりあえずデカラビアで。マジで強えな。結構減ってはきているものの、行きなさい。多分もうワンターンかかりそうだな。無理だろこれじゃ。ギリギリ足りん。戦うでもやべえ。でも次魔法来たら詰めじゃん。うわやべえ、俺死んだ。あ、よかった。生きてた。もう一回。俺絶対今死んだと思った。体力少ないよ、気をつけて。ペルソナ。最高なシャース。3はね、確かね、回復持ってない仲間はね、アイテムで回復してくれるっていうのが。リキちゃん、回復。今がチャンス。あ、よかった。ありがてえ。どうしようかな。いや、デカラビアでまだ。やるぜ。本当に次ぐらいのターンでスカリに。いや、もうワンターン。ほんとは次の次かな。ダリル。うわ、よし、通るやついなかった。デカラビ先輩マジ強えな。デカラビアもう覚えないよね、何も覚えない。よし、ペルソナ。あとはあれか、スキルであれかいじるぐらいか。やるぜ、ペルソナ。行きなさい。はい。完成する前に体力。おりゃ。次だ。やるぜ。はい。3段階いったらさすがに勝てねえ。誰だ。おお、いかん。恐怖状態はやばい。花村先輩が怯えてるよ。ペルソナ。起きて。うお、助かる。ゆきちゃんかっけー。うわー、よくやった。俺に組んだ。ナイスクマ。いけ。このターンで終わらして。やった、来た。チャンス。いい変化。どけどけ。まだ直撃で抜けんか。なんとかなりません。結
構減る。やったー。ふう、あ、レベル上がんなかった。気がついたか、たく手間かけさせやがって。なんだこれ、お前ら、お前ら一体何なんだよ。俺を、警察がお前を追ってる。モロキン殺しの犯人、それから前の2件もお前だろうってな。お前が全ての事件の犯人なのか。全ての事件、全て俺はそうだよ、俺だよ。この目がやだ。ちくしょう、こんなクソ野郎に。諸岡の野郎だけじゃない、頭悪そうな女子アナも小西とかいう女も全部俺がやったんだよ。俺が全部だ。消えた？どういうこと？消えた、化け物め、消えやがった。ざまあ見ろ、ちくしょう。おい、かなり消耗してる。とにかく早くこっから出さないと。はあ、ここなんで、な、どこ、なんなんだ、お前ら。三つを。やめろ。なんで、テレビが、え？ちょっと。いろいろあって混乱してるみたいだね。けど聞きたいこと山ほどあるくな。まず、どうしてこんなことをしたくな。さっさとハキハキ答えしゃい。なんだお前、キングルミかそれ。バカじゃねえの、キモいぜ。お前がキモいわ。キモい。うがー、ちょっと下がってろ、余計混乱する。しつけんだよ、何度もそう言ってんだろ。はあ、なんでこんなことしたの。人を三人も殺そうなんて。町の騒ぎ見たろ、大騒ぎだ。俺がやってやったんだ、全部一人でな。目立ちたかったってことなのか。はあ、私や他の人を狙ったのはどうして、どうやってさらったの。だよ、見たことあんなと思ったら、お前ユキコじゃん。今さら俺と話したいとか。ありえねえよ、今さら。こいつよ、答えて。私のこと恨んでたならそれでいいけど、他の人はどうしてなの。笑える、すげえ必死になってんの。誰だってよかったんだよ。どいつもこいつもムカつくやつばっかだ。誰でもいい、本当にそんなことで選んでたのかよ。こんなやつに、こんなやつに先輩が。てめえ覚悟はできてんだろうな。何？
俺を殺そうっての？あ、カジ君。殺すだ？クソが。思いやがんじゃねえ。てめえは取り返しがつかねえことをしたんだよ。きっちり償って落とし前つけやがれ。くたばっていいのは、てめえのしたことがどんだけ重いか、骨身で分かった後だ。何も言えんか。なんでだよ、ちくしょう。で、こんなくだらねえやつに。警察。え？何ボサッとしてんだよ。こういう時の百刀番じゃねえすか。そうだな。花村。ああ、やれやれでしたね。胸くそ悪い。お、冒険は終わった。足立さん、嬉しそうだったね。はあ、まあこれで俺らの役目も終わりってことかな。けどさ、目立ちたいだけなんてあんまりだよ。あ、いや、意味があればいいってことじゃなくて。分かってるよ、心配すんな。終わったね、全部。あとは警察に任せよう。うん、一件落着と。これでクマの世界も平和クマね。うん、うん、よかったね。ほんと、いろんなことあったけど。いやいや、逆なんとかね。やめえや。だからどこまで粘着なの。え、あ、逆なん漢字。いいの、知らなくて。漢字くんもサウナのこと忘れてほしいでしょ。それを言われると。う、そ、そら。なんかずるい、私もみんなの見たかった。そっか、俺らだけか、全員分見たの。せやな。ねえ、花村のってどんなんだった？そろそろ時効でしょ、教えてよ。ここはちょっと、まあ、気使って。まあいいじゃん。あ、よく覚えてないにした方がよかったか。て、そういえばお前の時何もなかったんだよな。ぐへへ。へえ、ほんとかな。やっぱり先輩は特別な人？せやで。いや、そのうちあのリセちゃんの特別な人にも。うん、さすが先生。けどリーダーって呼ぶの考えてみりゃしまいなんすかね。なんかね。そっか、なんかちょっと寂しいね。でもなんか、まあ普通にね、遊ぶことはできるし。ねえ、打ち上げしよう。お、いいね。ドラマの撮影とかだと必ずやるよ。楽しいし、終わったって実感できると思う。うん、ああ、打ち上げね、いいかも。いっちょパーっとやっとく。おお。はいはいはい、クマ、ゆきちゃんのお家行きたい。お、旅館ですか。宴会、お座敷、温泉、浴衣、芸者、不祥馬。どこの外国人じゃ。そっか、先輩んち温泉旅館か。あ、天城先輩も入ってる温泉。ごくり。幹事くん、ちゃんといいね、そういうとこ反応するようになったのは。口に出すなって変態っぽいから。まあ、チャリンコ2ケツの時の密着はね、すごかったけどね。あ、楽しそうだけど今日はちょっと無理かな。ああ、夏休みでシーズン中だもんね。お部屋いっぱいか。さすがにダメクマか。今度ね、約束。うぃ。あ、じゃあさ、代わりにお前んちとかどうよ。おう。
あでもおじさんに何の打ち上げって聞かれたらやりづらいか。そこは何かうまく、七子がいるけど当たり前に決まってんだろ。これでいくか。うん、行っちゃいます。はそっか、おじさん刑事さんなら今日とか帰れないかもね。うん、七子ちゃんお腹空かせてないかな。じゃあみんなで何か作るのはどう。お、か、カレー、いや、なんでもない。先輩たちお料理得意なの。まあそれなりに。おう、何を言っているんだこの人たちは。地獄見たかんな。林間学校の時の記憶をどこへ置いてきたんだよ。あの時はたまたまだって言ったでしょ。いや、ゆきちゃん最近頑張ってるな。うん、そうだよ、材料を少し間違っただけ。あ、頼むよやめろって、これ以上心に傷を負わせないでくれ。ねえ、私も料理得意だよ。お。先輩に作ってあげたいな。嬉しいですね。じゃじゃーん、クマいいこと思いつきました。料理対決でもっきゅもっきゅーの巻きみたいな。つか料理対決だ、ますます嫌な予感すんな。お、面白そうじゃん。ちえちゃん、私が勝っちゃうけど、イベントの絵的にそれでいいの。自信満々ですね。頼む、お前も作れ。オッケー、生姜焼きでいいか。お前に一筋の希望を感じる。じゃあ君が男子代表、七子ちゃんが審査員ってことで。おう、俺も味見役ならできるぜ。幹事くん、熊も味見役ならできるぜ。言うてなんか幹事くん作ったらうまそうだけどね。うん、大変おいしゅうございましたって言うんでしょ。よくご存知で。燃えてきたぜ。よし、早速下の食品売り場へ出発じゃ。のさて、ここでじゃあ一旦切りたいと思います。いやー、なんとか一回で倒せた。あれもう一回でもね、レベルもう一個上がってたら多分やばかったっすね。